最多セーブ投手は日本プロ野球の個人タイトルの一つ。シーズンを通してセーブ数が最も多い投手に与えられる。始まりは1974年にセントラルリーグ、パシフィックリーグジョーリーグで設立された最多セーブ投手で、当初はセーブ数のみで表彰を行っていた。しかし、当時の抑え投手は2イニング以上、場合によっては3から5イニング投げることや、 同点の場面での起用が珍しくなく、勝利投手になることも多々あった。そのため、セーブ数のみで、リリーフ投手を評価することが、当時の抑え投手の起用法の実情に合っていなかった、ことから、セーブ数と救援勝利数を合わせた、SP 数による表彰に変更され、名称も、最優秀救援投手に改められ、セリーグでは1976年から、 パリーグでは1977年から表彰が始まった。その後、1974年より存在していた時間制限による延長戦なしの規定が1988年に両リーグで撤廃されたことでリリーフ投手の起用法も次第に変化し、年々同点の場面での抑え投手投入は減っていった。それに加えて1990年代半ばに100球を 目安に先発投手を交代させる傾向が強くなり、プロ野球全体で関東投手数が年々減少、状況に応じた細かい中継ぎ投手の起用法が確立され、セーブ機会での抑え投手の投板数が以前より増加するようになった。そして1990年代後半に抑え投手の投板は、試合の最終回、セーブがつく場面での1イニングに限定される向きが強くなり、 2000年頃には全12球団が基本的に抑え投手をセーブがつく場面での最終回1イニングに限定して起用するようになった。そのため抑え投手の救援勝利の大半が救援失敗の副産物となったため2005年より再びセーブ数のみで表彰を行うことが決定し名称も最多セーブ投手に変更された。よって リリーフ投手を最優秀救援投手として表彰していた時代は、リーグ最多 SP 投手とリーグ最多セーブ投手が異なることも珍しくなかった。そのため当時の選手に関して、最多セーブ投手という故障を用いるのには注意が必要であり、最優秀救援投手と同義で、最多セーブ投手という故障を用いるのは適当とは言えない。なお、 当時リーグセーブ数1位の投手に対する表彰はなかった。ただし、ファイアマン賞という例外がある。セントラルリーグは1976年から2004年まで、パシフィックリーグは1977年から2004年まで、シーズンで最も多くセーブポイントを上げた投手を最優秀救援投手として表彰。それ以外は、シーズンで最も多くセーブを上げた投手を、 最多西部投手として表彰。判例1976年から2004年までの各年で最多西部を挙げた投手。最優秀救援投手のタイトル表彰と一致しない場合もある。ありがとうございます。